新三国無双セブンエンパイアーズの続きをプレイしていきます。前回は称号の守護神を取って暴虐の愚王の夢のところにちょうど仕官したところになります。四聖女神の称号を集めながら夢の暴虐を止めたいと思います。四聖女神までまだ遠いので、その前に軍神を狙っていこうと思います。軍神にも金剛不壊の称号が必要になっていて、防衛戦10回なんですが、防衛戦を積極的にやっていこうと思います。武将から5回勧誘されると取れる築迫の功が取れました。築迫の功は軍神に必要な称号になります。防衛戦やらないといけないのに進行してきてくれませんね。よし、全軍進め。心地よい歌目だ。一曲披露してもよいだ。四聖女神に必要な大同団結取るために同盟に行ってきます。懇願します。この条件にて取引しとうございます。いかがでございましょう。ああ、いいぞ。関東さん、あっさり。よくぞ言ってくださいました。決して後悔はさせませぬゆえ。関東さん勢力と話を聞いてくれないかと言われてしまいました。何でしょうか。あ、なるほどね。一般への昇進ね。あんたが頑張った成果だ。これからもその調子で頼むぜ。は、ご加盟慎んで。他国との同盟1回成功。ようやく同盟が成功しました。同盟5回成功させると取れる大同団結が必要なので、同盟頑張っていこうと思います。他国との同盟5回成功して大同団結取りました。一回勢力を抜けて各地を転々として来ようかなと思います。ひとところにとどまっていては世は見えぬ。これにてお暇をいただくとしよう。君の才はこの乱世でも際立っている。どうだろう、私と共に戦わないか。いきなり周囲からなんか来ちゃいましたね。周囲からもう一回仕官しないかと言われてしまいました。どうしよう。もう一回仕官しておこうかな。いや、ちょっといい縁しよう。無理を申すな。キラちゃんの領主護衛が。あるぞ、依頼が。まさかキラちゃんの領主護衛の依頼がここにあるので行ってこようかなと思います。すみませんが、お力添えいただけますか。キラちゃん、関東産勢力に仕官していました。いざ参らん。私たちに続かない。
と勝負だ。いざ参らん。及ばなかったか。今は引こう。敵将それがしが討ち取り申した。領主護衛の任務長いんですよね。我らはこれより奇襲を行う。皆磨き上げた地位ここで外れさせよう。別だけどな。市場だった。芝市場ってんだ。まあ忘れてくれて構わねえ。さあで退却退却っと。敵将それがしが討ち取り申した。キラちゃんと親交を深めてしまいましたね。もう一回交流しとこうか。宴の空気は心朗らかになりますね。今が乱世ということを忘れさせてくれます。友好度が上がりました。キラさんと申し上げたき義がございます。そればかりはご容赦を。キラちゃんと友好を深めたので勧誘して放浪軍を結成していこうかなと思います。キラちゃん来てくれるでしょうか。そなたなくして天下は取れぬ。それがしと共に立ってくだされ。私でよければ喜んで。魅力ながらあなたをお手伝いします。おお、領土はなくとも志はある。今この乱世に名乗りを上げん。マジで放浪軍結成しちゃったよ。キラちゃんとこれは結構いい感じの展開になってきたかもしれない。あ、これはキラちゃんと義兄弟になっておこうかね。お耳に入れたきことがございます。お受けいたします。そなたと義兄弟になれるとは光栄の至り。よろしくお願いつかまつる。心を預けられる友がいて大変心強いです。よろしくお願いします。キラちゃんと義兄弟にもなって放浪軍も結成して、これ結構いい感じじゃない。この勢いでグオーのところにね。今日はここで終わりにしようと思います。引き続き市井女神の生き様を目指しながら暴虐の愚王天下統一を阻止していこうと思います。
ありがとうございました。